事前にメインとなる、このような、宙に浮いた画面を操作している感じの動画を撮影しておきます。撮影した動画の、操作している動きに合わせた、スマートフォンの画面録画したものを用意します。まずは、メインになる動画を読み込みます。人物が出てくるまでが少し長いのでカットします。次にスマートフォンのキャプチャーを読み込みます。手の動きとキャプチャーの動きのタイミングを合わせます。大体合いました。キャプチャーの余分な部分をカットします。指が時計をタッチするタイミングにカーソルを合わせて、前を削除します。終了時は、指が時計にタッチしたところから、10フレーム進めて、カットします。こんな感じですね。次は画面の位置を調整します。まずは、キャプチャーのサイズを調整します。こちらの視点からは、画面の裏から見ていることになるので、画面を反転します。動画エフェクトの変換から、反転をクリックします。方向を左右反転にします。動画エフェクトの変換から視点をクリックします。プロパティウィンドウの視点の設定の垂直を真にします。視点の角度を32にしました。これは使う動画に合わせて調整してください。動画エフェクトの変換から傾斜を選びます。傾斜の角度をここではマイナス14にしました。キャプチャーの位置を調整します。こんな感じです。画面が時計から出てくる感じに調整していきます。動画エフェクトの変換からズームを選択します。
プロパティウィンドウのオブジェクトの描画時間を10フレームにします。ズームの設定のレベルの右にある横棒をクリックします。これでズームレベルを時間に沿って変化させることができます。左の数字が開始時のズームレベルです。これを0にします。左の終了時のレベルは100のままです。こんな感じになります。これをコピーペーストして、後ろに持ってきます。こちらは、開始時を100で、終了を0にします。シーンタブに戻ります。キャプチャー画面を腕の動きに追従させます。メインの動画を右クリックして、移動マップを作成する、を選択します。保存をクリックすると、画面がモーショントラッカーに切り替わります。カーソルを指が時計にタッチする場面に合わせます。赤い囲みを時計に合わせます。指が最後に時計にタッチする場面にカーソルを合わせ、キーフレームを追加します。分析を開始します。うまくいったら、編集を適用します。チャプチャーを選択した状態で、オブジェクトを追加から、ダブルクリックしてからでした。オブジェクトを追加の移動から、移動マップを選択します。移動マップの先頭をズームの終わる位置まで縮めます。ズームが0の状態から100になるときに、時計から出てくる感じに移動させます。移動のボタンをクリックします。プレビュー画面上の白い小さな四角形をクリックすると、タイムライン後ろに黄色いポイントが出現します。これをクリックして、プロパティウィンドウのパスの開始点をハイに変えます。ポイントの色が変わりますので、それを移動マップの開始位置まで持っていきます。タイムラインの先頭にあるポイントを選択します。ズームのポインタが邪魔なので、少し避けます。プレビュー画面の白い四角のポイントを、腕時計の位置まで持っていきます。もう一つのポイントを移動マップのところへ動かします。もう一度、
移動のボタンをクリックします。新たに現れたポイントをクリックして、タイムライン最後に追加された黄色のポイントをクリックします。こちらもパスの開始点をハイに変えます。色の変わったポインターを移動マップの終了位置に移動します。もう一度移動ボタンをクリックします。プレビュー画面に現れた白いポイントを腕時計の位置まで移動させます。最後にスマホの画面をホログラム風に加工します。動画エフェクトの色調補正から赤、緑、青を選びます。赤レベルをマイナス255にします。青の上数を少し上げます。タブをシーンに変えて、スマホ画面のレイヤーのモードをスクリーンに変更します。動画エフェクトの色調補正から、輝度、コントラスト、ガンマを選びます。それぞれを調整します。動画エフェクトのネイチャーから影を選びます。光の角度と影の距離をゼロにします。強度を上げます。影の色を薄い青にします。影の最大サイズを上げていきます。強度を50、影の最大サイズを40にしました。以上で終了です。お疲れ様でした。この動画が役に立ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。